ってるのこれ大きいです。2000万以上、7500万円以上で、かなり大事。皆様、大変お待たせいたしました。これより平成25年度事業説明会を開会いたします。本日はお忙しい中、沖縄県産業振興公社事業説明会にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。私、本日の司会進行を担当させていただきます、沖縄県産業振興公社、知念理沙と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、注意事項のお願いがございます。まず、携帯電話ですが、電源をお切りになるか、マナーモードに設定していただきますようお願いいたします。また、産業支援センターは、全館禁煙となっております。出演される際は、建物入り口にあります、所定の喫煙場所でお願いいたします。皆様のご配慮、ご協力をお願いいたします。それでは主催者を代表いたしまして沖縄県産業振興公社専務理事勝見和夫よりご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。今日はあの産業振興公社のですね、あの事業説明会に参加していただいてありがとうございます。あの産業振興公社ではですね、主にこちらにちょっと書いてありますように、あの中小企業支援、海外展開支援、あと人材育成支援、あとちょっとあと一つですね、新産業ベンチャー支援と、この4つの柱を主に、柱としてですね、あの産業支援をあのやっているところなんですけど、ただ去年からですね、あの一括交付金がありまして、9つの事業で約20億の事業が今あの公社あのやってあのおりまして、合わせて40事業ぐらいのですね、あの事業を今あの推進しているところですけど、やはりその個別の問い合わせが結構多くて、であのやはりそろそろですね、あのまとまってですね、あの皆さんにあのご説明した方がいいんじゃないかという、あのいろんな課題の部内の意見がありまして、投稿者としてはですね、初めてこういうふうにあの年度の当初に、あのまとまって事業説明会をするのはですね、実は初めてであります。ですから、あのぜひあのこの今日の事業報告説明を受けてですね、ぜひあのうまく活用していただければと思います。実はいろんな公社にもですね、あの、いろんな相談がありまして、先日はですね、あの沖縄 AKB を立ち上げたいけどどうしたらいいかとか、こういう相談からですね、まあ、真相をやるというか、そういうあの高度なバイオベンチャーの話まで、あります。で、その中でですね、やはり最近一番あの盛り上がっているというのは、まあ、もちろんこの中でどちらかというとですね、海外展開の支援事業、これについてはですね、多分他の県よりずっと条件が恵まれているんじゃないかなと。で、私も実は先週ですね、インドネシア、ジャカルタに行ってきたんですけど、それはですね、あの支援している企業のですね、事例がうまく非常にいきそうでですね、鳥インフルエンザのワクチン開発なんですけど、あのこれはもう国家プロジェクトになるぐらいの話じゃないかというぐらいにですね、非常にうまくいきそうなプロジェクトもどんどん進み始めているところです。で、その時にですね、やはりジャカルタにせっかく行くのですから、あの行くので、あの誰かいないかということで、県人会 の、 あの一応ネットワークで、太田さんという太田新聞という現地のですね、日系向けで5000部ほとんどの人が取っていると、企業がそこの営業部長で太田さんってジャカルタで17年間頑張ってる、あのうちなんちにもあったりしてですね、やはり世界で頑張ってるうちなんちもやはりいますので、
そういう方々といろんなネットワークを使いながらですね、海外ビジネスをチャンスする、特に沖縄は非常に恵まれた条件じゃないかなということで、さまざまな事業もやっておりますので、ぜひ最後までですね、今日の報告会を受けて、あとなんか個別相談会もあるようですので、ぜひ当社をも活用して、沖縄に逆に貢献していただければと思います。本日はちょっと長くなりますけど、最後までよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。政務次勝海和夫でございました。それでは本日のプログラムをご説明いたします。舞台上の方では当公社が行う各事業について担当者が説明を行います。事業の順番および時間はお手元のプログラムをご覧ください。なお、本日はお時間の都合上、質疑応答は割愛させていただきます。また、本日お配りしている資料の中に青い A3 の用紙がございます。こちらは沖縄県産業振興公社が行っている支援サービスの一覧となっております。どうぞ合わせてご覧ください。また本日は舞台上での説明と並行いたしまして個別相談も行います。より詳しい説明をご希望の方は4階産業振興公社の相談受付に随時お越しください。なお本日はなるべく多くの方のご相談を受付行うため相談時間を1組あたり15分とさせていただきます。またこちらの会場は途中の入退場も可能ですが、個別相談は各事業説明をお聞きになった後にお願いいたします。また個別相談の受付は本日17時午後5時までとなっております。個別のご相談をご希望の方は17時までに4階産業振興公社までお願いいたします。本日ご説明する事業の中には平成25年度の予算がまだ確定していないものも含まれております。実施の時期や条件などが変更になる可能性がございますのであらかじめご了承ください。それでは事業説明を始めます。お配りした資料の中でこちら前半の部の資料と書かれたものをお手元にご用意ください。まずはじめに中小企業総合支援事業引き続き沖縄型産業応援ファンド事業をご説明いたします。それではお願いいたします。経営審査担当しております奈良山と申します。約2分の説明になりますが、よろしくお願いします。まず産業振興公社の事業ですけれども、お手元の資料の方に、公社のですね、サービス一覧というのがございます。先ほど、専務の説明からもありましたように約40事業あります。24年度版となっておりますが、4月にまた改めて更新されます。今現在の計画ではこのメニュープラスアルファということでほぼ変わらずということでございます。これのですね、この方の説明の方ですね、パワーポイントとお手元の資料で説明させていただきます。まずですね、中小企業のワンストップサービスということで、説明させていただきます。カラーの仕様ですね、ワンストップサービスというカラーの仕様でございます。これをご覧ください。こちらを、開けていただきますと窓口相談、専門家派遣、さまざまな、メニューが書かれております。こちらはですね、総括した仕様でございますので後で目を通してください。後ほど目を通してください。そのスキーム等が書かれております。さまざまな、メニューがございます。
で、ワンストップサービスってどのようなことをするかということで、この表紙の方に書かれてますように、人材資金経営情報と、この、経営に必要なものをですね、サポートさせていただくということでございます。例えば人の場合は課題解決、人材育成、ものですと、商品開発、仮ですと資金相談から、販路拡大、情報は情報化の支援、情報発信の支援、さまざまなメニューを書いております。それでは具体的な、支援サービスについて説明させていただきます。ですね、こちらをちょっと飛ばさせていただきます。こちらは総合の支援の概念図でございます。ここはパッと説明させていただきますね。まず総合支援ということですけれども、経営に必要なもの、まあ、商品の開発力、それと販売力、これが経営の両輪と考えております。それと、人材育成、両方を、伸ばすには経営力、人材育成が必要です。それとですね、情報発信力、もう一つは、会社の経営課題、これら辺を解決することが必要だと考えております。また経営基盤としましてですね、資金、財務面のサポートも必要と考えております。ここら辺の、サポートをする総合支援ということでございます。続きまして、ワンストップサービスでございますけれども、あらゆる相談に対しまして、プロジェクトマネージャー、サブマネージャーを中心としましてですね、相談を受けております。また商工会とですね、関係機関と連携いたしましてサービスを行っております。その関係機関と申しますのはですね、この香川の後ろの方に、連携しております関係機関が記載されております。例えばこのビルにございます物産会社さん、コンベンションビューローさん、さまざまなサポートをしております。ワンストップサービスでですね、ここで適切なサポートメニューがありますよということをご案内させていただいております。ワンストップサービスのこのイメージを絵にしております。まずは、事業計画、創業からですね、商品拡大、それと工場設備展開、そういうところであらゆる面を揃えております。最終的には海外、先ほどありました海外展開がですね、 IPO 上場に向けたファンド活用と、こういう一貫支援を考えております。ただ具合が悪くなった、ちょっと経営が傾いたというところもですね、ご相談いただきましたら、さまざまな財務面の相談等ですね、させていただいております。それと、各種、専門相談を設けております。知的財産、創業経営、職員開発技術、こちらはですね、曜日、日時等が決まっております。予約制でございますのでですね、まずはお電話で、ご予約いただいて来ていただいてもいいと思います。続きまして、専門家派遣事業でございます。こちらはですね、本社の方で信頼できる専門家をですね、約450人登録しております。その中では、就職業診断士、 IT コーディネーター、社労士等ですね、その方々を登録させていただいております。助成金の内容は、記入してさせていただいている通りですので、後ほどご覧ください。具体的にはですね、今後新たな、事業展開を図っていくときにどうすればいいだろうか、社内体制をどう整えばいいだろうか、そこら辺のですね、
課題に対して専門家をこちらは3回まで派遣することが可能となっております。次に情報化の支援ですけれども、 IT 活用経営戦略事業ということでございます。こちらはですね、 IT を通して経営戦略を練る場合にですね、こちらに3社ほど集合研修を行います。その後ですね、個別の専門家を派遣しまして IT 戦略を練るということです。情報化が必要、視点を入れたい、しかしながらどのようなものをしたらいいかわからない、そこら辺でですね、経営に役立つものを組み立てる前にこのような制度を活用していただけましたら有効だと考えております。もう一つの情報化支援ですけれども、こちらは販売する方ですね。こちらもかなり人気のある事業でございまして、ネット販売スキル構築事業、ウェブでの売り上げはですね、店舗を一つ持つぐらい大きな、市場というふうに考えられております。この辺をですね、活用して、ネット配信、特に沖縄はですね、県外に売るときにこのネット販売は強力な販売ツールになると考えております、はい。続きまして、その他販売拡大支援なんですけれども、過去に助成金でこう支援した企業等ですね、フォローアップしたりマーケティングの支援をしております。またそれ以外にもですね、例えば、新商品開発を行ったんですが、売り方が分からない、市場が分からない、セールスレップ協会とコンタクトを取って販売したい、また、公社独自で、推進のスーパーマーケットトレードショー、先日行われましたが、全国で、一番の、大規模のトレードショーというところで出展するサポートもしております。また米国軍市場にもですね、参入ということで、そこら辺のサポートもしております。はい。次に課題解決集中支援事業でございます。こちらはですね、経営課題が、しかしながらなかなか整理ができないという皆様方に対しましてですね、サポートしています。まずはまた、第三者から見た、課題の発見、そして課題の整理、解決、ステップを追ってですね、明確にしていこうと、我々の、プロジェクトマネージャー、サブマネージャー、それと外部の専門家を入れてですね、ワークショップ形式で対応していく制度でございます。各種セミナーでございます。一つの軸としてはですね、なかなか本島に来れない方々、離島地域の皆様に対してですね、セミナーを開催しております。有効でしたのは、先日座間味で行いましたセミナーですけれども、ウェブを利用した宿泊の予約セミナーですね、こちらを有効に使うというものでした。また今年度実施したセミナー等の方を記載しております。4月にはですね、新人教育セミナー、中盤には財務経営、マーケティング経営、人材育成、コーチング経営等ですね、多種揃えております。こちらもご利用ください。次に情報発信でございますが、お手元のお配りしている資料の中にベンチャースタジオ、一番最後の方にですね、タブロイド紙を、こうつけておりますが、こちらをご覧ください。こちらはですね、本社のが発信しておりますが、企業の皆様の情報を発信しております。こちらも皆様方の販売ツール、PR ツールにも、活用していただいているで、情報してございます。またバックナンバー等もですね、公式ホームページで公開しておりまして、この辺もですね、有効にご利用いただければと思います。また、年に何回か
公募しますけれども、ご希望いただいた企業の皆さん、ネットワーク会議が中心なんですけれども、商品の PR 等もさせていただいております。もう一つ、こちらは、ニーズが高いものなんですけれども、中小企業100の支援ということで、これ冊子版でございます。我々の支援機能のみならずですね、沖縄の県全県の支援をお付けしております。こちらはですね、会員の方々には皆さんに配布しておりますが、ちょっと数がちょっと足りないものですから、ホームページの方でもですね、公開させていただいております。インデックスをクリックするとその制度が出るというふうになっておりますので、どうぞ皆様、インターネット等でですね、ご利用ください。続きましてネットワーク会員です。こちらはですね、こちらのネットワーク会員ということで、年会費をいただきましてですね、サービスを行っております。特典としましては、先ほどのセミナーの有料セミナーの場合のですね、割引と、それの、サービスを行っております。各種ですね、プロモーション等もですねサポートしておりますので、ぜひ、ご参加ください。中小企業のワンストップサービスということで一通り説明させていただいたんですけれども、これ以外にもですね、建設業等の、相談、チラシの建設相談というのを設けております。また下請け書き込みでなという相談も受けておりまして、契約のトラブル、代金配布とか、そういう相談も受けております。各種相談がございますので、ご利用ください。続きましてもう一つの事業ですね。ちょっと時間が経っているようですので、さっと説明させていただきます。沖縄型応援産業事業という事業でございます。こちらはですね、沖縄にはもう限りなく有効な地域診断ということを聞いております。それの優位性のある、沖縄の支援を活用した事業を推進するということで、地域経済の活性化となっています。こちらにスキームズがあるんですけれども、こちらは後ほどご覧ください。こちらはですね、50億の、ファンドを創設しておりまして、その、利益で対応しております。どういう助成メニューがあるかといいますとですね、新商品開発支援事業、中小企業の皆様のですね、少々お待ちください。経営支援を活用した市場員のサービスの開発、販路拡大等のですね、サービスを行っております。助成率は4分の3、助成額は1000万が限度となっております。こちらにおきましてはですね、研究開発等のですね、サポートなり、マーケティングデザイン等の、サポートレベルをさせていただいております。もう一つのサポート事業、地域支援活用支援事業ということですけれども、こちらは上限500万となっておりまして、10分の8の、助成率となっております。この2つの助成のイメージですけれども、まずは、リポートの方の事業の方で、まずは商品の企画から製品化までのサポートをさせていただく。もう一つの事業の方でですね、そこの販路拡大、そこを狙うという事業を、組み立てております。どういう事例があるかということですけれども、まずこちらはですね、
はい、崎山志郎さんですけれども、もともと青森の事業所ですけれども、上場技術を利用して、新たな発酵技術を作ったチーム、こちらのサポートをしております。伊藤さん、株式会社さん、もう一つの販売業者ですけれども、さらなる、販路拡大のためにですね、もし普及したローカロリーの、麺を作っております。小西さん、こちらは、沖縄県産のり果実を、利用した一貫した生産体制のプランでございます。沖縄高専さんと対応としまして、提供いただきまして、飲みやすい、うん、ちょっと匂いを消す、うん、あと右側にありますように、石鹸をですね、コスメ系でパッケージの改良もさせていただいております。アイランドフーズさん、医療向け自慢の島育ちビーフを活用したというですね、島の育ちという貴重な肉をですね、使った、こだわりの商品ということで注目を集めております。アフヨモンさんですね、こちらは椿オイル、ベビー用品といいますか、この子供にも安心して使えるということで、また国頭村を挙げて、ブランドを推進しているところをサポートしています。こちらは、キララさんですね。こちらの商品パッケージと、まあ、有機栽培のゲットを活用した商品となっております。やはり女性に人気があるようなパッケージとですね、サポートさせていただいております。こちらはですね、成功モデルといいますか、まず企画段階から始めましてですね、パッケージ開発、この商品化まで来まして、その後は先ほどのスーパーマーケットトレードショップの出店やですね、そこからまたハワイの物産展の機会とか、さまざまなサポートを展開した事例でございます。企画段階からこうサポートさせていただくということでございます。実はこの制度ですけれども、もう既に公募が終わっていまして、2年度はこう決定しております。しかしながらですね、この商品開発につきましては、その期間やることがまだまだあるもんですから、次年度またノミネートするまでの間にですね、ご相談いただきましたら、我々のコーディネーターの方でですね、サポートさせていただきますので、何かありましたらご相談ください。今日も相談を受け付けております。ちょっと端折って説明させていただきましたが、これで私の方から説明を終わらせていただきます。先ほどちょっと後者の予算20億ほどというのがあったんですけども、こちらの助成金は約6000万ほどの総額がありますけれども、後者全体としてですね、約11億の、助成金が次年度予定されております。後ほどですね、また細かい説明があると思いますが、またこの事業等をですね、ご利用ください。本日は、ありがとうございました。私の説明を終わります。ありがとうございました。続きまして、機械類対応事業についてご説明いたします。三越振興公社有志課担当課長の大峰と申します。どうぞよろしくお願いします。
それで皆さんの配布している資料なんですが、これから融資課の説明を差し上げますが、ですね、お手元に、こういう設備投資をサポートしますというチラシと、もう一つ、対応制度の概要という、資料があると思います。まあ、こちらを見ながらですね、私の方の前のパワーポイントを、見ながらですね、説明を聞いていただければなと思います。で、10分ほどしかないので、ざっくりと、説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは、早速皆様にですね、お伺いしたいことがあります。皆様、うちの公社に融資課があるってご存知でしたか、ね、で、その融資課って実を言うと、なんとそこでは融資をしていません。まあ、設備対応という事業を行っています。そこでちょっと認知度をちょっと皆さんに確認したいので、ちょっと挙手でちょっとお答えしていただきたいなと思うんですけど、皆さん、融資課があるってご存知だった方は、ちょっと挙手をして、まあ、この前ですね、今日プログラムがあるんだっていうんじゃなくて、その前から知ってた方、もう一度、すいません。わ、すごい、すごいですね。1割もいませんね。で、あともう一つ、設備対応という、この事業を使ったことが、制度を使ったことがあるところ。あ、お一人、お二人、お二人、ありがとうございます。大体認知度が分かりました。ですね、まずですね、うちの、この融資課というのは、公社設立41周年なんですけれども、公社はもともと設備対応公社ということで、この対応制度から始まった公社でした。それがどん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 、いろんな補助事業、まあ、助成事業がね、こう、加わっていって、今のような事業になっています。それで、もともとは主力だった融資課が、だん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 存在感が薄くなっているということでですね、今日はですね、もうご存じないという方が多くもほとんどでしたので、ぜひ知っていただきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、それでは、融資課って何ということで説明しますと、簡単に言うと、中小企業、皆様のですね、設備投資を支援するためのチームです。ただ今チームに4人しかいません。じゃあ設備対応って何と、これちょっと読んでみますと、中小企業が必要とする設備や機械を私たち公社が購入して中小企業皆様に貸し出す制度です。だから貸し出すっていうことで、まあ、いわゆる一般的に言う銀行でいう融資とはちょっと違います。どちらかというとリース会社のような形で設備を買って皆様に使っていただくという形になります。でちょっと正しくですね、設備対応制度と対応制度というのを説明すると、ちょっと読んでみましょうね、中小企業が必要とする設備や機械を当公社が皆様に代わって中小企業皆様に代わって購入し皆様に貸し与える制度です。この貸し与える、ちょっと上から出てるんです、すいません。これでもね、この制度は国や県の制度なので、貸し与える制度と。それは私どもが代行しているというふうに考えてください。で、その対応制度には、設備対応制度というものと、機械類対応制度の2種類があります。この設備対応制度、これが予算が大体8000万で、機械類対応制度というのが5億あります。大体毎年4億前後の、設備対応を中小企業の皆様に行っています。で、一番と今何が違うかなっていうと、ちょっと一番の設備対応制度っていうのは、小規模企業者向け。で、二番の機械類対応制度っていうのは、中小企業者っていう、ね、スライドゾーンが広くなっているということで、予算も大きくなっているっていうふうに考えてください。じゃあ、その利用方法はどうやってするのということで、その利用方法はですね、カップ販売とリースと2つの方法があります。で、リースっていうのは普通のリース会社と同じです。で、私ども、平日毎日、皆様の相談を個別に受けることがあって、で、それで、あ、これはリースがいいんだったらリース会社のような形でですね、ご相談によってリースをします。で、もう一つのカップ販売って何っていうのが、これが、まあ、いわゆるゲップっていう形でですね、
まあ、物を買って、で、月付で公社にお金を支払って、で、返し終わったら自分の設備になるということです。まあ、簡単に言うと、あの車で言うとリース車。リース車はいわゆるリース、まあ、レジで使っていただくと。で、カット販売というのが、まあ、車を購入して、ローン会社に月付で払うと。で、ローン会社から買うんじゃなくて、まあ、メーカーさんやディーラーさんから買って、自分の車にして、ローン会社にローンを払っていくと。まあ、払い終わるまでにね、よく、あの、所有権を利用してもらうということで、ローン会社に言われて、払い終わるまではあなたのものではないんですよと。払い終わったらあなたのものですと。いう形を、同じようなことを私どももやっています。で、特徴、まあ、その1と。で、融資枠が最大8000万円までと。これ年間です。まあ、最低100万円以上、8000万円以内。という形で、毎年なので、今年8000万使ったら来年でも8000万、そうと思ったら使える。また、4月に4000万使って、10月に4000万使って8000万っていうのも使えます。で、もう一つ、特任事項ということで、まあ、あの設備がどうしても8000万を超えると。いう場合は1億という特別枠も設けています。で、固定金利で 2.5% です。これは経営状態がいい企業さんの、企業さんの、そうじゃない企業さんの、同じく 2.5% です。これがね、いいかどうかっていうのは非常に微妙です。最近候補さんはじめ金利が低くなっている。そこでね、 2.5% が高いよと。以前は確実に候補さんより安かったんですけど、どん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 候補さん、銀行さんで安くなってきて、私たち追い抜いていきます。追い越して下になっている。今逆に、予算枠の小さいうちがどうしても 2.5% をなかなか切ることができないという状況になっています。ただしまだ未発表ですけど、ここだけの話ですけれども、来年4月からは 2.3 ぐらいにしたいなと思って調整しています。さて、次に対応期間ですけれども、これあのカップ販売の場合なんですけれども、7年以内と。まあ、法定滞納年数とかですね、合わせて7年以内にします。前は7年固定だったんですけれども、去年、その固定を外していないという形にしています。で、さらに、支払いは、元金支払いは1年据え置きになっています。まあ、リースの場合はね、下にあってリース料、リース期間という形で、リース会社のような形になっています。この回のは、こういう先ほどお配りした資料にあると思います。後でご覧になってください。特徴その2、これメリットです。これ原則無担保です。無担保で、まあ、設備を担保させていただきます。先ほどリース会社、ローン会社と同じように、返し終わるのでは所有権ありませんよ、保留しますよ、リーフをしますよという形で、まあ、設備無担保になっているので、原則無担保です。で、次に、他金融機関の融資枠とは別枠です。これは何かというと、もう A 銀行の融資枠もいっぱいいっぱいだから借りられないと。もう B 銀行もダメだという場合でも、銀行との融資枠と私たちは別財布なのでいいですよと。であと、保証協会さん、 A 銀行も保証協会通して、 B 銀行も保証協会通すと。で、保証協会の枠がいっぱいだから借りられない。もうそれも関係ないです。私たちは私たちなりの審査をして、皆様に融資をします。まあ、設備対応します。これは何かというと、逆にうちの制度の目的が、銀行から借りられないとなった企業さんに支援しなさいというのがあるので、その融資枠とは関係ない別枠を作っています。で、だから5番目の、県の沖縄県の信用保証協会の保証料はいりません。まあ、さっきの 2.5% に保証料が入っていると。ぽっきりと。あと1分。急ぎましょうね。あとデメリットがあります。連帯保証人が必要です。最近無担保ご保証人になりますけれども、連帯保証人が必要になります。あと保証料 5% が必要です。1000万円の設備対応をして指定しましたら、その 5% の50万を預け入れてもらいます。あと設備の保険加入が必要となります。あとは特徴として、これメリットでもあってデメリットでもあるんですけど、事業の計画性をうちは消化します。だって担保取らないんですから。担保を入れませんから、事業の評価性を、評価するんですが、まあ、2番目に、ゆえにちょっと口うるさいです。ちょっとやがましいよと、ね。
でも3番目に書いてますけども、事業計画を第三者の私たち多少勉強しているので、皆さんと違う角度で見ることができる、まあ、そういうことを受けながらですね、甘い計画を指摘されるので逆に失敗のリスクが低くなりますよということになります、まあ、そんな感じで、時間が来てしまっているようなのでささっと流しましょうね。注意事項としては土地建物、付属設備や対象外で、あと今日皆さん補助金や助成金の事業のことを皆さん非常に注目していると思うんですけれども、その設備とはもう受けるものとうちの融資は対象外になります。補助金をもらってうちの、これは国のうちの制度も国や県の制度なので同じ、ね、ものに対して2つ支援するということはなかなか難しいということで対象外となります。でもう一つ運転資金を取り扱っていません。であと対象者が中小企業者ということで一部例外等はあるので皆さんも後で担当者に詳しいことを聞いてください。まあ、対象設備ということで、まあ、こんな設備を貸してますということでパッと流しましょうね。もうオーバーするようなので、まあ、食肉加工設備、包あん機、あんこを包む機械、包装機ですね、これも包装機、オートチェック、金券付きオートチェッカー、厨房設備、冷凍車、フォークリフト、プレハブパネル式、建物の付属設備はダメだってあるんですけど、こういうプレハブ脱却ができるものは大丈夫です。パレットラック、オープンショーケース、溶接ロボット、重機、クレーン、浮遊式、トラクター、トレーラー、オートパソコン、印刷機、ソフト、キャドソフト、これちょっと特殊ですね、段ボールののり付け機、これは研究装置ですね。で玉ねぎ皮むき機とかいうのもあります。で朝食機、まあ、そういうのがあってですね、いろんなものをやってますのでぜひご相談ください。詳細については4階の相談コースでやってますので、ぜひお待ちしてますということで、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、海外事務所活動支援事業についてご説明いたします。皆さん、引き続きですね、海外展開支援事業について、私、海外ビジネス支援課の上田と申します。私の方からご説明させていただきます。はい、資料は、はい、他社のこういう海外展開支援事業ということで書いておりますけれども、これをご覧になっていただきたいと思います。ちょっと皆さんの資料にはこの今スクリーンに貼る資料はないんですけども、なぜ海外展開かということからちょっとご説明させていただきたいと思います。これは中小企業庁が取りまとめた日本国内の企業の海外展開をする理由ということで取りまとめたものです。まあ皆さんご存知かと思いますが、日本国内の企業さんは、少子高齢化に伴い国内市場の縮小に今直面するということで、成長をするアジアを主とした、新興国市場、それから成熟した欧米消費市場の開拓が重要ということで、まあ、海外展開の理由のトップとして、海外展開をする企業が増えております。それとまた中小企業は経済のグローバル化によって、国際競争の進展に伴い商品の価格、それから品質面での競争力を強化するために、世界の方へ、生産ネットワークを利用するということの必要性を加味して海外展開をするというふうな理由で、海外展開をしてきております。まあ、沖縄の企業につきましてはこの理由にですね、さらにプラスしてまあ、アジアに近いという立地条件もありますが、それと3年前にスタートしました国際航空物流のハブ空港となりましたので、その物流コストも抑えることが可能となりまして、沖縄の企業にとっては、アジアの展開がですね、容易にそして身近になっているということで、アジアでの商品価格
各界としても競争できるというふうな状況になっていることが一番の理由になっております。はい、それと私たち産業振興公社には沖縄県の海外事務所というものを設けております。海外事務所はですね、ご覧の通り台北、香港、上海、北京の4つの海外事務所を持っております。それと一番右側に書いてありますが、委託駐在員を5つの地域に配置しております。フランス、シンガポール、タイ、福州、それから4月からはですね、オーストラリアの方にも委託駐在員を配置する予定になっております。これらの海外事務所、それから委託駐在員を活用いたしまして、県内企業の海外展開、それから経済文化交流の促進を図るためにですね、海外の経済情報や現地ニーズ等の調査を行い、情報の収集、そして提供、海外展開の総合的なサポート支援を実施しております。具体的にはですね、ご覧の通り経済貿易情報の収集提供に関すること、それから、県産品の販路拡大に関する支援、それと3番目にありますが海外市場調査に関することなど、ご覧の通りなんですが、まあ、県内企業の皆さんが海外展開する際にですね、パートナーとなる企業の紹介や製品などの相場価格の情報提供なども行っております。また今活発にいろんな地域で物産展が開催されるようになっておりますけども、その現地物産展での調整事項であったり、あるいは通訳が必要であるとかっていう場合には、そのビジネスレベルに応じた通訳の斡旋紹介等も行っております。それから、まあ、物産展にとってはですね、いろんな装飾、それからプロモーション、まあ、エーサー隊を呼んでですね、物産展を盛り上げたりとか、あるいは、現地で、マスコミ、それから広告雑誌と、それからバスや電車の広告にですね、沖縄物産フェアの方を載せてあげたりとか、そういった形で、物産展等のサポート、盛り上げ役も買っています。はい、まあ、海外事務所委託駐在員の設置状況ということで、こういうふうにアジアを中心にですね、海外展開の支援をサポートしていこうという形になっております。それからですね、今産業振興公社が直ではないんですが、実は沖縄県の駐在員として、サンフランシスコ北米の方にもですね、駐在員を配置しております。アメリカ展開の際にもですね、まあ、産業振興公社を介してでもよろしいですので、北米あたりへの情報提供等も行っております。はい、続きまして主な海外展開の女性等の支援についてご説明いたします。これはですね、県産品拡大展開総合支援事業といいまして、平成24年度からスタートした事業であります。これは沖縄県産品を中国で販売拡大するため、急成長を続ける中国 e コマース市場、いわゆるネット販売等に参加するということです。具体的には沖縄県独自のポータルサイトを構築して、ブランド化を確立していきたいと思っております。また合わせて、絵に書いてある通り人気モール店への出店ですね、今タオバオを予定しております。そこでの出店であったり現地実店舗での販売、いわゆるバーチャルだけではなかなか沖縄の商品ってどんな味なんだろう、どういう商品なんだろうってわからないこともありますので、セブンイレブンのようなコンビニであったりスーパー百貨店でも実際に販売しながら、2回目3回目買う時のリピーターにはまたネット販売を通じて販路拡大をしていこうということを考えております。それとあと SNS 等の口コミ発信活動を組み合わせるということなんですが、これは、ソーシャルビジネスネットワークを活用してですね、特に中国あたりは
皆さんご存知の通り、偽物とかが結構あったりします。ネット販売の市場もすごい大きくなっておりますけども、そのカリスマブロガーとかの存在が大きいですので、そういった方々にも PR しながら、商品を売り込むだけではなくて、商品の良さだったり、沖縄の良さを伝えてですね、販路拡大につなげるための一元化をしてですね、県産品の販路拡大を支援していきたいなと思っております。まあ、その出店などに関わる費用の一部を助成いたします。次の主な助成金支援ですが、これは県産工業製品海外販路開拓事業、ちょっと長い名前なんですけども、今健康食品が沖縄の優位性があるとか、あるいは沖縄にしかないもずくであったり海ぶどうだったりというふうな形で、食品加工品が、多く海外に展開されておりますけども、工業製品の方がちょっと海外展開に乏しいということがありますので、産業振興公社の方では工業製品の海外展開も支援していこうという事業になっております。これは県産工業製品の海外の販路拡大について、製品の特性や商品流通の段階に応じた一貫した総合的な施策展開を図ることを目的として、海外での見本市、それからビジネスマッチング、現地での可能性調査、それから販路拡大のためのプロモーションなどの支援を行うとともに、これにかかる経費の一部を助成いたします。ちょっと前のスクリーンの方は小さい表示になっておりますが、助成対象経費はご覧の通りとなっておりまして、海外ニーズに合わせた商品の改良であったり、あるいはパッケージですね、海外のニーズに合わせたパッケージの改良なども対象経費として認めております。現在7社の企業が海外展開の方を支援してさせておりますが、オーストラリア、それから香港、シンガポール、台湾を中心にですね、海外展開の支援をさせていただいております。これには見本市、それから商談に関わる経費等についても助成をさせていただいております。はい。次に3つ目なんですけども、アンテナショップと運営支援事業です。これはハブ事業に関わる事業なんですけども、3年前から産業振興公社が支援を実施しております。これは沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業の中で、沖縄の認知度の向上や沖縄のブランドの浸透を促進することを目的に実施しております。これは台北、香港、上海のアンテナショップを活用した販路支援を行うとともに、海外関係窓口を校舎内に設置してですね、食卓専門医によるアンテナショップと県内生産者の連携強化を図って、販路拡大に向けての商談会の開催であったり、日本一出店、それから海外からバイヤーを招聘するなどの支援を行っております。対象者はですね、沖縄県内における生産者、これは農産物を作っている生産者も対象とさせていただいております。それと輸出事業者、サプライヤー、量販店、それから飲食店などを経営されている方が対象となっております。対象地域がありまして、これはハブ国際航空の飛行機が飛んでいるところが対象とさせていただいてますが、香港、上海、台北、韓国のソウル、それからタイ、バンコク、その他国際航空物流ハブを活用した販路拡大が期待できる地域ということで限定させております。まあ、これの主な支援事業なんですけども、海外派遣支援なんですが、これは県産品の販路拡大を図るために、その地域に物産展、それから日本一出展、商談会への参加、それから県内企業生産者に対して、こういった生産者等に対してですね、旅費の一部を助成いたします。
ちなみに過去3年間は沖縄からその地域に行く際の旅費の2分の1を助成させていただきました。ちょっと平成25年度からリニューアルする予定がありますので、まあ、似たような件にはなると思いますが、ちょっと一部助成という形で表現させていただいています。あとは海外バイヤーと招聘支援ということで、皆さんが取引に取り付けたいという場合にですね、海外のバイヤーを呼んでですね、皆さんの工場を見させたり、あるいは皆さんの商品、あるいは素材の良さをアピールしたいという場合には、そういったバイヤーを招聘してですね、取引に取り付けるような支援もしております。その際の費用は、今年度までは全額旅費を産業振興公社の方で負担させていただきました。まあ、下の方に書いてますけども、当事業は平成25年度も実施予定しております。ただしですね、支援の実施期間、いわゆる今年度までは産業振興公社に実施させていただきましたけれども、次年度の実施期間はまだ未定となっております。その辺の取り扱いはまた産業振興公社あるいは沖縄県の方に問い合わせいただいた上でですね、支援のご相談をさせていただきたいと思います。以上、足早になりましたけれども、海外展開支援に関わる支援をの、説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより約10分間の休憩といたします。こちら上の方にございます時計の方で、後半は3時10分、15時10分から再び後半を行わせていただきます。